だ僕は最初に、うん、高校の時に、それこそ読書に目覚めてと言いますかね。はい、まあ、別にその時初めて本読んだわけじゃないけど、もともと本は好きだったんだけど、はい、まあ必然的になんつうの、本を読まざるを得ないというか、はい、周りに誰もいないような状態で話しかける人が。その時に、あのー、島崎藤村の、あじゃあ 島崎とそあ,あ亀井勝一郎だったかなあの、うん、時は青春についてをやっぱ半年がかりぐらいで読みましたねああそううん毎日読んでですよそれ,ああそれも進まないんだよ理解ができなくてってこと一時間になるから理解はできるんですああすごく入ってくるんですけどああああやっぱじっくり読んでましたねはあかみしめるようにしてことねいわゆる、うん、そうでしょうねあんなに時間かかる うんとは今から考えとね。ああああで、その後だから島崎闘村に行って、それもだから結局、うん、まあど、全部読むまでには1年ぐらいかかってますよ。うんうん、それは何冊かってことあ,あ、読破です。全部ね。ああ島崎闘村のすべてのて作品をね。ああ島崎闘村っていうのは、ええ、夜明け前と破壊が多少違うんですけど、うん、間の春から新生、 え、なんだっけな。家とかね。うん、あの辺はもう一つの話。一つの話だ。要するに私小説で繋がってるわけ。うん、だから、もう一つの若かりし頃、桜の実、まあ、うん、その、女の一生ってうのがあったかな。なんか、その辺をずっと片っ端から読んでありましたね。だからもう一つの話。うん、まあね。でも、それはまあね。だ破壊は一番、まあ、なんていうんですか、諸女作で、うん 破壊は一番読みすん、んですよ、実は。うん。その後の長さつったらもう、ふざけんなって思いますよ。何に付き合ったところは。それは、だよね、それをさ、読むのは。その時は、その頃は、すごい没入してんですよ。うん。っていうのは他の読書をしてないから、うん。あ、文学っていうのはこういうもんだと思ってるわけですよ。うん。で、ましてや、私はっていう、その、 うじうじウジウジしたさもうどーって今から考えりゃさ <laughs> 島崎東村には悪いけどいまだに僕は東村は尊敬してますよもちろんだっておじいちゃんだけ所詮したら母親の父が島崎東村の所生,生だったら島崎東村の所生だったすごいよ、ね、それ後から死ぬんそれ後からだもんな、うん、知らねえんだもんなその時は知らないってことはねおじいちゃんね王子、うん、に住んでたおじいちゃん、うんうん このおじいちゃんがまたね、面白い人だったら、まあ僕ももちろん、かわいがってもらったんですけど。じゃあそれはまだ生きてたわけもちろんもちろん。おじいちゃんに、僕は親戚ともあんま付き合い、小さい頃から心を閉ざしてまして、唯一、そのおじいちゃんにだけは、なんか、好きで、行くと、おうじのね、酒屋だったんですけど、そこ行くとおじいちゃんとこバーンって飛んでって、なんか馴染んでたんですよね。 懐いてた。で、ウルトラマンごっことかやってくれるんですよ。おじいちゃんに飛び蹴りしたりして。きつかったのね、おじいちゃんもね。たぶんもう、もう77、77。そう言ってくれてんですよね。シュワーとか言いながら、飛び蹴りしたりしてたら、ママママってうちの袋ママ助けてっううちの袋が突っ飛んできて、あんた何やってんのっおじいちゃん死んじゃうでしょ。 助けてーっ,つって言うよそ,、ね、そういう感じでそういう感じででもおじいちゃんはいっつも優しくて、うん、あ,あ,あのー、やっぱ江戸っ子なんですけどねそばが好きで、うん、でついつもそば食ってるイメージでああおじいちゃんと二人で、うん、あのー、王子のね、うん、おじいちゃんが行きつけのそば屋に江戸、うん、っ子痴漢するねなんかねそばねでお袋から聞くと、うん 東京大空襲の時から疎開して、他は疎開した。うちの袋だけなぜか、姉妹が5人ぐらいいんですけど、と、東京に残ってたらしいんですよ。おじいちゃん2人で。へすごいなぁ。経験してんだね。で、空襲はしょっちゅう来るんです。そうすると防空壕に行かなきゃいけないんだけど、 おじいちゃんは、お袋だけ僕号に連れてって、一人で飛び出してっちゃうんだって。う。空襲を見に。すごいね。いやーいや、もう、いわゆる、江戸っ子なの、火事だの、ねみたいな感覚で。綺麗だぞーって帰ってくると、大喜びで、いそういう人でした。すごいね。モボって、若い頃は呼ばれてたっつって、おばあちゃんが言ってましたね。モダンボーイ。 ああ。だからその頃、若い日に、うん。島崎藤村に、大村敬し、そこに出たんですすげえよな、そう考えるとな。で、おじいちゃんが、蕎麦屋に、光蕎麦屋行くぞって言って、喜んで行って、だけど俺方向音痴じゃないですか。でもその頃から、子供だしね。まして北区の王子なんて言ったら、年に一度、正月ぐらいしか行かないから分かんないんだけど。 でおじいちゃん2人で行って「いやお母さんたちも呼んでおいで」っつって言われて「ひかり行けるだろ?」っつって言われて俺は「うん」っつって行けるわけはないんですけどその熊木避けてっていうねうちの袋の実家ですけどとそば屋なんてまあそんな離れてもないと思うんですけどもう「じゃあ呼んでくる」っつってガラガラってせ出た瞬間もう 怖まあわかるそりゃ怖いグラント閉めたはいいけど一歩も足が出なかったその店の前で店の前でね一歩も踏み出せずかといって帰るも帰れず恥ずかしくてわかんないよずっとそこに立ち尽くす立ち尽くす系なんだよねそして僕は途方に暮れる大沢義行ねわかるのそういう感じで 何が途方に暮るれたバカ野郎なんで竹先生出てきたなんで出てきたんずーっともう、何分くらいいたんですかなあそこに。あーずーっと立つ。それで、だから、あれだよね。あのほら、小学校入学した時もなんか一歩も動けなかったって話あったじゃん。同じ同じ。ねどっちに行っていいんだかわかんなくて、もう入った瞬間に。あ<ー>どっちが校舎だったかわかんなくて、一歩も動けず、ずーっと立ち <laughs> だから、それで、<laughs> 何分くらいか30分くらい経ったんだと思うんですよ。当然、うちのおじいちゃんは、来ないやなぁ、つって、その、家に電話をするわけですよ、店からね。まだ当時携帯もないですからね、その店の電話で。光が行ってないかつって。来てないわよってことになって、えん。えつっておじいちゃん慌てて、俺を探しにガラガラって出たら、そこにいたって。 光でも俺も恥ずかしくて、もう、恥ずかしいわな。さらおじいちゃんが、偉いぞっつって言ってくれたんですよ。ああ、そう。お前は偉いって。それでいいんだって。はあ。わかんないときはな、動くなああ、それはすごいね。そっから動かない一番正解一番いいと。偉いって褒めてくれて。はあ。よくでも覚えてるね。いや、鮮明に覚えてますあの時のことは。はあ。 いっっっつてて言くれしかったしなんかもうあほっとしたのとかドキドキとかまあそういうのがねよしよくやったっつって言ってくれておじいちゃん言ってもらって救われたというすげえなそういう光かそれでいいんだっつってこれはんかどっか勝手にこうだったからな俺はだから多分俺はもう動けないでもそれが正解だって言ってもらってまあ本当にいまだにそうですよね うん、ある種。あるしね、うん。だから、だから本なんかも多分そういうものでいいと思ってるんですよ。それこそだから、うん、で、その島崎藤村に行くわけです。はいはい、で島崎藤村はまだおじいちゃんが女性だと知らないうちに読んでるわけです。うん、でもさ、初めての文学、触れる文学、はいはい、亀井勝一郎はまあ評論ですからね。で、だから、 で、当時、自分はこ友達もいないから、うん、島崎藤村がこう悩んでる、うじうじ。こう、どうしよう。うん、要は、もう、春っていう、その、初恋の、うん、まあ、まだゲスト飯前髪のって書いた人ですから、はい、島崎藤村。ね。うん、だその、初恋の頃からずっと、ええ、大人になって、うんうん、で、実はその、あの、小説家になって、 あのー、まあめ名士っていうかね、うん、島崎闘争のやつは長野の本当にあのー、ある意味なんていうんですかね大きな家なんですようん、うん、でところがそのめいにめいとやっちゃうんですよでまあそういうのがあったりなんかしてあれなんかいまだにでもそういうちょっとタブーみたいなのとこあるんでしょうけどうん、うん、それで,でそういうんでうじうじ悩むわけですようんうん、うん で、なんか、家っていう小説は、今度、家徳を継ぐ、家っていうもの。でも、当時高校生の俺が、まず家なんて今、もう、わかる時代も違うし、家という重みみたいなことが永遠書かれてる。わかるわけないんだけど、なんとなくその悩んでるっていうこと。 でも何もできないで宇宙人。で、ここに告白してる。それはもう全部オーバーラップするわけ。その小説家としてのソ村が今ここに書くってことはうん、うん、一つのもうこれセンセーションだってことは分かるわけ。うんうん、当時でもね。だから、それを告白文学って言うんですけど、そういう悩みとかの感じが自分の,その一人で宇宙人している感じと、ね、まあすごくあって、うんうん、あ、こういうふうに俺も今、 うじうじしてるけど、こういう風に作品にできるんだなっていうことで。そういう読み方ね。そうそう。それで、あの、救われるわけです。ああ、なるほど。だからもうずっとハマって読む、島崎東尊を常に読んでるっていう、へんてこりんな高校生ですよ。それを、一人旅行くわけ、また行くわけですからね。で、その東尊を独破して全部。ね。で、次何を向かって太宰治に行った時に、 ダザイをサムの面白さに、もう目からコンタクトですよ。本当にね。目からコンタクトが落ちたんですよ。じゃあもう見えなくなっちゃう。見えなくなっちゃうからね。すごかった。で、あ、えっていうね。もう要するに、まあ、もうダザイも同じような雰囲気で、晩年っていうとこからね、始まるわけですよ。全部。 すするまでで行くんですけどその間にそのいろんなう大人実朝とかね、うん、いわゆるちょっとフィクションの部分っていうのがうん、うん、まあ走れメロスなんかもそうですね駆け込み訴えとかああいうの、うん、ロマン道路とかね、うん、えこんな面白いの文学はっていうで晩年なんかも詩説なんですけどうん、うん、やっぱ全然面白いんですよあのうん、うん、こいつはなんですけどトーソンは やっぱりね。つまんなかった。俺ね、そこで初めて気づく。ああなんであんなのに無知になってたって。いや、失礼ですよ。トーソン、巨匠ですから巨匠だもんね。<それ S 2> でもその、それがさ、その当時、トーソンがすごく読まれたわけでしょ絶賛されるわけでしょその当時だね。明治の頃に。その当時っていうのはさ、エンターテイメント的な感じ。 いや、もちろんありますよ。そんなもん、いくらでも。ただ、新しいわけですよ。今自然主義っていうね。言ってみりゃ、だって、その前から、いくらでもあるんですかだから、もう、あの、源氏物語から始まるんですからね。小説っていうのは。あんなのも、言ってみりゃ、もう、フィクションの、読み物としてもそうですし、歌舞伎もあって、近松もあれば、ね。だから、脈々とその日本文学っていうのは、 面白いものがいっぱいある中で、あの、当時のその明治の島崎藤村とか、いわゆるあの辺の自然派という人たちが、言ってみれば、リアリティリアリティか、そっかそっか。あれは新しかったでしょ。そうか、そうか。逆にすごいフィクションだったりしたのがほとんどだった中で。その、詩小説っていうものとか、まあ、おそらくね。で、まあ、あの頃ですから、なんていうんですかね。 まあ確かにその家を継ぐみたいなのだってね、みんな割と。自分社会派の。普通にね、自分にも置き換えられる人がいっぱいいたからね。でましてやその、張本人が、ちゃんとその、リアルタイムで、そう言ってん告白してるわけですから。それは話題になりますよ。そうかそうか。そうだそれを、昭和50年代の高校生が読んでもわかるわけだ。う分かるんだ。よく読んだな、俺って思う。読んだよね。その粘りはすごいよね。 だから大人になっていろいろ文学のね先生とかも話すようになるんじゃないですかけ、うんうん、どうもやっぱりね島崎藤村今の学生読んでないっつって言ますねああ<ー>、うん、太宰は読むんだもんね太宰は必、ね、ずやっぱ人気作家ですよ、うん、太宰三島っていうのはもうん、それは両京都はね、うんうん、でもやっぱり島崎藤村はあんまり夜明け前なんか読んでる人はいないっつっていう話ですよねうんそっかまあでも三く君もねいずれ 読書としてはその入り口として半年でも何でもかけてなんか意味を、ねあのー、理解しながら前へ進むっていうのはあまあそういう俺はそうだったね、うん、最初。なるほどねじゃあ三山君もそうやってねあと30ページまあ10日か2週間かけて。 いくと思いますけど。わかるわけないですよ、み、うんな。そんな無理です。<laughs> <laughs>